キャンパス内の変な建物、ア・コルーニャ大学は、スペイン・ガリシア州ア、コルーニャ県ア・コルーニャに本部を置く大学。1989年に設立された。ア・コルーニャとフェロールにキャンパスを有する。1495年、ガリシア地方発の大学として、サンティアゴ・でコンポステーラ大学が設立された。サンティアゴ・でコンポステーラ大学は、ア・コルーニャと B5 にもキャンパスを持ち、 約500年間にわたって、ガリシア地方唯一の大学だった。民主化後の1979年には、自治州としてのガリシア州が成立し、地方文献が進められて、ガリシア州政府が独自の教育政策を打ち出せるようになった。1989年には、アコルーニャ大学が、1990年には、ビーゴ大学が、 それぞれ独自の学位を付与する独立した大学となった。1960年代初頭にはフェロルに産業工学海軍学校が設立され、1990年まではマドリードにあるスペイン教育省に直接管轄されていたが、1990年にアコルーニャ大学の一部となっている。今日のガルシア州には以下の大学がある。ありがとうございます。